1971年に発表されたザ・フーの5作目にあたるオリジナルアルバム全英1位全米4位を記録ローリングストーン氏のオールタイムベストアルバム500では28位にランクインヘビーなサウンドをスタジオで再現させハードロックの一つの極地に達したロックの名盤本作ではシンセサイザーやシーケンサーを導入しプログレッシブなサウンドを取り入れたメインソングライターのピート タウンゼントは後にプロデューサーのグリーンジョンズに対し初めてまともにレコーディングされたザ風作品「土産地」を述べている。